剣に迷いはない。
クルスニクの槍、創世記の賢者の名前だね。どうしたの？クルスニクを冠するとは、これが人の皮肉というものか。やるぞ！人と精霊に害なすこれを破壊する！彼らが四大精霊？ミラは本当に精霊マクスウェル？あ、君はさっきの。許さない、うっちゃいんだよ。
ミラ、泳げないんだね。大丈夫？ウンディーネのようにはいかないものだな。やっぱり四大精霊の力がなくなったんだ。ねえ、これからどうするつもり？精霊の力がないとあの装置はきっと壊せないよ。あいつらの力か。ニアケリアに戻れば。あるいは世話をかけたな、柔道。ありがとう。君は家に帰るといい。あ、ミラ！不用意だな、柔道。無関係を装えばよいものを。貴様も仲間か。ちょ、ミラ、剣使ったことないの？うん、今までは次第の力に頼って振っていたからな。あいつらの力がないとこうも違うとは。覚悟しろ！もう。何の問題もない。何やってるんだろう僕は。重ね重ね、すまない。柔道、助かった。とにかく急いでイルファンを離れた方がいいと思うよ。そうしよう。ではな。町の入り口は警備員がチェックしていることが多いんだ。海底の方が安全だと思うよ。ん？そうか。海底知らないんだね。こっち。すまない、世話になる。ううん、助けてもらったお礼、海底まで送るよ。海底はここから町のちょうど反対側なんだ。まず中央広場へ向かおう。